エディオンピースウィング広島でスタジアムの雰囲気を感じてもらおうと施設の一部の無料開放が始まりました。開放されたのはスタジアム東側2階のフィールドビューテラスと観客席の一部です。サンフレッチェ広島が一年中にぎわう場所にしたいと2日から試合やイベントがない日に無料開放を始めました。広島市内から来た親子はグッズショップで買ったシャツを身につけ、初めてスタジアムを訪れました。いやもうすごいの一言ですね。試合を見てみたくなりますね。入れるんだって言ってこういうふうにちょっとこうね、来たついでに見させていただいたら素敵ですね。無料開放は午前10時から午後6時まで行われます。